どうも、陣内智則です。さあ、今回のネタは英会話。これが一番ね、やってほしいというコメントが多かったんじゃないですかね。中学生の時にね、ニューホライズンっていう教材を見ながら、当時よくあったのは、これはリンゴですか、それともオレンジですか、いえ、これはペンです、みたいな、むちゃくちゃやなこの英文みたいなんで、まあ、そういうことをちょっとネタにしようかなっていうので、一番多分ね、英会話やってほしいっていうね、リクエストがあったんですけどね。ただ意外とね、リクエスト通りに出したら全然再生回数伸びないというそうよね。そうですね。なんか効果やってほしいとかね、セミやってくださいっつって、こうリクエスト出したらね、2分よねなんなんやろこの現象。意外とこれあかんやろ。僕飛行機とかね、テレビショッピングとか、彼女の部屋とかすごく伸びたりとかするからね、これ意外と分からへんもんやけど、まあ、一応今回ね、ようやく英会話できることになったんで、ちょっと皆さん懐かしがりながら、学生の方はね、これを見てちょっと勉強していただけたらなと思いますんで、英会話ご覧ください。どうぞ。いやー、今の時代な、英語ぐらい喋らんとあかんからな。今日はあのパーフェクト英会話買ってきたからな。懐かしいな、英語の勉強すんの中学生以来やな。ちょっと勉強してね、英語マスターしよう。よし、再生と。 Hello, my name is Catherine. キャサリン。 Let's practice the pronunciation. Repeat after me. こんにちは、私の名前はキャサリンです。はい、お願いします。まずは発音の練習です。発音、私の後に続いて、はい、お前らが言いなさい。いや、偉そうやな。何や、お前らが言いなさいと。Lesson 1、はい、Voice Voice 下唇を軽く噛んで Voice Student Student そっと口づけをするように Student Dictionary Dictionary くしゃみをしながら Dictionary Person Person 生き別れた母親に偶然出会った時のように、パーソン、お母さんみたいに、おパーソン、なんやこれ、合ってんのこの発音、恥ずかしいわ一人で、こんなんでええのかいな。ウォシュレット、ウォシュレット、豚骨スープが出てくる、ウォシュレット、嫌やわ。いや、ネッタネタ、お尻の穴、ネッタネタ、何これ。ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、残念。何がや、何今の、まあ、いや、ミリオネアみたいになってるやんか。マネー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 すんな、おもんな。キャサリン、おもんな、腹立ってきたな、だんだんこいつ。ポイズン、いや、すっと言え、すっと言え、ポイズンぐらい。何やこれ、急にびっくりしたわ、壊れたんか思ったわ。サイドギャザー、サイドギャザー、サイドギャザー、羽根つき、サイドギャザー、羽根つき、よれずに漏れない、何はしとんねん。いや、これ、合ってんのこの発音、恥ずかしいな。レッスン2、あ、レッスン2、 Translate the next Japanese sentence in English. ボケ、うん、今から言う日本語の文章を英語に直さんかい、ボケ。いや、腹立つな。ボケ言うたん、そういうことかいな。もう絶対直したろこいつ、腹立つから。僕の名前はマイクです。 My name is Mike。僕は中学生です。I am junior high school student. 彼の名前はゴンザレスです。His name is Gonzales. ゴンザレスは僕の弟です。Gonzales is my brother. ゴンザレスは僕のお父さんが連れてきた3人目のお母さんとの間にできた異母兄弟の弟です。いや、複雑やな。めちゃめちゃ複雑な家庭環境やな。いや、中学校の教材でこんな複雑な家庭環境いる？複雑ゴンザレス。ゴンザレスは僕より背が高い。入ってこへん。そんなん全然、いや、複雑すぎて家庭環境。背高いの全然入ってこへんわ。ゴンザレスは体育館の天井に引っかかったバレーボールを背伸びをしながら取ることができます。いや、めちゃめちゃ背高い。すごいな、ゴンザレス。それは人気者になるわ。いや、もうほぼもうつま先立ちでこれ天井行ってるやん。すげえなこいつ。彼女の名前はナンシーです。Her name is Nancy。ナンシーは、うん、とてつもなくブサイクです。なんでそんなこと言うの、かわいそうやろ。ナンシー女の子やろ、ブサイクとか言うな中学校の教材で。あれはナンシーですか、いえ、あれは下駄箱です。どんな間違いやねん、どんな間違いやすんねん、女の子と下駄箱間違えへんやろ。
じゃあここにある下駄箱は何ですか？あ、その人がナンシーです。いや下駄箱やん、ナンシー下駄箱やん、もうそれ間違えるわ、そっくりやな下駄箱と。かわいそうやってたから。ナンシーはゴンザレスより背が高い。いや化け物やん、ナンシー化け物やん、なんでこんな設定やねんほんま。ナンシー女の子化け物出てきた。彼の名前はダニエルです。 His name is Daniel。 ダニエルはとてもバカで、彼の脳みそはカニ味噌より少ない。いやめちゃめちゃアホやねん、カニ味噌より少ないの、めっちゃちっちゃいんやダニエルの脳みそ。何これ。僕は誰ですか？あなたはダニエルです。いやめちゃくちゃアホやな、ダニエル大丈夫か？僕は誰ですか言うてるやん、自分のこと分かってない。すごいやつ出てきた。またダニエルはハーモニカが大好きです。あ、そうなん。いつもペロペロ舐めています。舐めたあかん、舐めたあかん、ダニエルハーモニカ吹かなあかん、ペロペロ舐めたあかんよ。そんなダニエルの夢は、うん、有名なテニスプレイヤーになることです。いやテニスせえ、ほんまにテニスの練習せえ、ハーモニカペロペロ舐めててもテニスプレイヤーになれへん。この鉛筆は僕のですか、それともあなたのですか？誰のこれ。ダニエル、うん、あなたが持っているのはエリンギです。お手上げやわ、こんなやつ学校おったらお手上げやわ、なんで筆箱にエリンギ入れてんねん。いやまともなやつおらへんのかいな。彼の名前はジョニーです。ジョニー、ジョニーは成績優秀、スポーツ万能、生徒会長を務めるクラスの人気者です。あ、やっとまともな人出てきた。そんな彼がどうして。いや死んだんかい、死んだんジョニー。いやそんな設定いらんて、死んだんジョニーとかいらんねんて英語の教材で。彼の名前はアキラです。アキラね。アキラは結構おっさんで、うん、いつもマフラーをねじっています。いや中尾アキラや、このねじねじはどう見ても中尾アキラや、死のもおるなこの人。なんで中尾アキラ出てくんの。僕はアキラですか、だからあなたはダニエルです。いやダニエル出てこんでええねん、もうお前ダニエルや、ちゃんと覚えとけ。僕はダニエルですか、それともお杉はピーコですか。いいえ、バナナはおやつです。もうあかん、これ怖なってきた。僕の将来の夢は、うん、有名なテニスプレイ、日本はこのままでは滅びるであろう。え、何これ。人々は天からの雷に打たれもがき苦しみ、そして人類は全て滅びるのじゃ。ダニエルはたまにこうなります。めちゃめちゃ怖いわ。いやダニエルめちゃめちゃ怖い、なんか乗り移ってるやんか。いやもうこんな勉強ならへんわ。今日のレッスンはここまでです。よかった、怖かった。次回の講師はダニエルでお送りします。いや絶対嫌やわ。